どうもこんにちは、ジュウです。今回もルイージマンション2 HD ストーリー実況やっていきたいと思います。さあ今回がパート13ということで、さあ前回の続きですね。さあ今回も呪われ退治を攻略していきたいと思います。今回は B のボス退治の奥に進めからですね。退治の扉の鍵はわしが修理しておいたダークムーンのかけらを回収するんじゃということで、頑張っていきましょう。ルイージを閉ざされた扉を開くときですかの、この時に何が待っておるのか、わしがこの目で確かめるしかあるまい、と言いたいところじゃが、もう結局ルイージが行けってこと、あいたったった。あいにく腰の調子が悪くての、残念じゃが、君に任せるとするわい。もうだんだん嘘にしか見えなくなっているんだけど、本当に。レーサー部のレーダーは相変わらず胎児の奥から、ダークムーンの波動を探知し続けておる。ハテナになってるね。胎児の扉を開いたらどんどん奥に進むんじゃ。目指すは胎児の頂上じゃ。頂上ね。じゃあ頑張りましょうか。お、出た、鍵。これ、鍵を渡すぞ。オッケー。扉の奥に何が待っているのかはちっともわからんのじゃが、そこにダークムーンのかけらがあることは間違いない。必ずかけらを持ち帰るのじゃ。よし、GC 起動。頑張れよ、ルイージ君。ということで、頑張っていきましょうか。もう散々なんだよな、これが。まあでもなんとか、クリアを目指して頑張っていきたいと思います。はい、来ましたよ。ここがあれか？オッケー。よし、行きますか。その先には何が待っているんでしょうかね。お、鍵穴にこの鍵を、ぶっ刺して、お、これで、おお、開いた。開いたね。よし、じゃあ頑張っていきましょうか。おお。あ、ルイージが慎重に渡っていったぞ。何があるんだろう、この先には。お、ああ、何、何この階段。うわぁ、ビビった。またお前なの？お前は前にも出たことあるでしょうに。ダークムーンのかけらを取り戻す。ダークムーンのかけら？うわーい。待て。これ、待て、これ失敗したから戻されパターンだぞ。オッケー。待て、これなんか順番があるみたいだね、これ。待て、これでさ、失敗すると、ほら、やっぱりこうなるわ。待て、これ、めっちゃこれ高いところまで来るからさ、やるな、やっぱり。待てよ、これなんか、あれがあるみたいだね。待て。普通にネズミが来てた。先までしっかりと覚えないといけないね。待て、なんだ？待て。あんまり覚えてねえぞ。待てよ。覚えてないって。待てよ。やべ。これさ、なんかの、あれがあるとかじゃないの？これ。待て、じゃあ、今度は右だ。うわぁ、右じゃない。右じゃないの？わぁ、結構戻されるね、これ。なんか、お化けに笑われるんだけど。落ちるたびに。待て。あ、でももう、正解はもう、わかるから、もう、いちいち、前の松屋では覚えなくていいね、これ。それはもう、あれなんですけども。左、真ん中、右、左、真ん中、右、右と進むのかな、これは。やべ、危ねえ。左、真ん中、右、右、その後、なんだ。わからない。待てよ。こっちか。違うの？待て、全然クリアできてねえ。待て、なんで一匹のお前に笑われないといけねえんだよ。これ、ちょっと見えてえな。
そしてコインもあれだからね。やべえ、このままだとまずボスにすら挑戦できねえぞこれ。待てよ。でも大体そこら辺にはヒントがあるはず。ヒントをちょっと覚えよう、これは。こう聞いて。待てよ。これさ、覚えればこれ、これさ、これ写真撮ってしまえばいいんじゃねこれ。ここで、こっから左ストレートじゃない？でも途中で罠かかったな、これ。行け、登れ。登って、登って。で、最後真ん中だな。最後真ん中行けば、ほら、ようやくたどり着いた。オッケー。あ、これで柵で閉じるようになったね。待てよ、ここでなんか吸え、ここで吸えば、はい。おっと、少しは見えてきたよ。こうして、OK。先に繋がりましたね。お、ハートだ。ハートを拾っても、まあ別にあんま関係ねえけどな。これは？あ、コイン。危ねえ危ねえ。とりあえずここら辺も回収して、待てよ。これ、絶対なんかあるな。ここを引っ張って進むと、お、なんか出てきたぞこれ。上に登るのか。お、出た、胎児の頂上。あ、やっぱりちゃんとハテナになってるわ、これ。待って、ここら辺にさ、なんかないかな。まあいいや。とりあえず、細かいこと気にしててもしょうがないと思ったら、お前がボスなんですか？なんだ、なんだこいつ、なんだこいつ、行って！転送装備、そっからかよ。待て、これどうすればいいの、これは。あ、なんだ？え？おぉ、あ、出てきたぞ。なんか紐っぽいものが。行け！あ、やっぱり出てきた。お前、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 行け！行けよ、おい。待て、ボスお化けが。やべ。いや、なんか入ってきた。まずいな。てか、火なのに燃えないんだ、これ。ちょっとまずいこと言ってる。やべえよ。待て、落ち着け。飛んだ時に、あれだ、待て、しっかり避けろ。はい、こう来て、でほら、あー、オッケー、来た。やべ、待て、なんか守られてる、なんか守られてる。危ねえ。いいよ、こうこうして吸い込めば、オッケー。待てよ。待て、ここであえてハートを落としてるけど、一日消えんのかな、これ。え？あ、やっぱり消えるね。危ねえ、危ねえ、危ねえ。やべえな。まずいっすね、この状況は。頑張れ。あ、いけるぞ、これ。いけ。頑張ってくれ。キャッ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 
わー、オッケー。よし、これで今度こそこれで持ち上げればいいんだな。おお、びっくりした。で結局これルイージの足で運んでるんだ。オッケー、ナイス。よし、これであれゲットだね。オッケー、ということで無事にダークブルーのかけら入手でございます。ということでなんとかクリアできました。はい、ダークブルーのかけらを取り戻す、クリア。よーし、イエロー。はい、
なんですか？ルイージ君聞こえるか？おお、よかった、無事じゃったか。ふむふむ、何？今度は階段を化け物に改造させると、ケツの力は一体どこまで強力なんじゃ？まあ良い。とにかく無事にダークムーンのかけらを見つけたようじゃな。高いところからの景色を楽しむのもいいのじゃが、一旦ベースラボに戻るのじゃ。オッケー。待って、これ、溶けたダメージが最初に20だけなんだけど。お？なんかトゲトゲがついている。あ。おお。これで潰したいのかがよくわからんけど。はい。これなんとかクリアですね。はい。6分41秒。はい。ランクは星3つ、素晴らしい。ナイス。そういうことなんだよ。オッケーオッケーオッケー。まあでも受けたダメージ、これ頑張ればノーダメージいけるな、これ。こいつに関してはそこまで強くなかったな、これ。まあでもなんとなくこうやってね、うまくいけば星3つが取れるということはわかりましたよ。はい、また突進できました。はい、これで。さすがだな、ルイージ君。また一つダークブーンのかけらを取り戻してくれたな。ふえふえふえ。はい。これで、まずはお化け。お化け、あんま新しいの出てねえな。あ、こいつ、待って、認めが違うぞ、これ。お金が8だけ。で、新しいミッションを追加したぞい。呪われ体重、お化けのソード、ボードを止めよう。ということで。はい。なんとか行きましたね、これね。どうやらこのかけらも邪悪なエネルギーで汚染されてるようだの。こんなエネルギーはわしと星5、ゴーン。わしと GB でさっさと磨いてしまおう。ではかけらを出してもらうかの。レッツプレイ GB じゃ。ゴシゴシビートブラシ。もう、正式名称で言いたくねえんかな。はい。また例のやつが来ましたよ。これで汚染されていたものが綺麗になりましたね。お、そしてまた新しいところに行けるようになりましたよ。はい。これで3つ目が増えたね。ふえふえふえ。またも霧が少し晴れたぞ。霧が晴れたところでスキャン開始じゃ。お、今度はどこだ？ここは？またなんかの時計みたいな？ふぅ、反応があったぞ。次の調査場所は、地獄ロック工場じゃ。地獄の時計の工場ね。GC にデータを登録しとくからの。フェスタブのモニターを確認してみるようにな。人生は長い。たまには休憩も必要じゃ。準備ができたら呼んでくれ。ということで。OK。今回、意外とここ早く終わったから、じゃあ隠しミッションまで行きましょうか、今回。お化けのボードを止めようが出てきましたが。じゃあ先に、これ、行きます？隠しミッション。B の隠し、お化けのボードを止めよう。このエリアにまともやお化けが発生しておる。しかも大量に発生じゃ。君に言ってもらうしかなかろう。ということで、A の隠しすらまだ行ったことないんですけどね。大変じゃ、ルイージ君。このエリアにも非常事態じゃ。このエリアの問題は解決したと思っておったんだが、裏名刺屋敷と同じく、招かれざるお客さんたちがやってきたようだぞ。ん？ No, no。落ち着け、ルイージ君。不毛ではないぞい。ここにもお化けの敵が集まってきてるのだよ。どうやら今回のお化けの中には少し強力なやつも混じっているようじゃ。キャスターが大暴れする前に君に行ってもらった方が良さそうでの。残念じゃが、わしはここでお留守番じゃ。ふえふえふえ。道案内はわしに任せてもらおう。では出発してくれ。ということで、結局ルイージ任せなんだよな、これが。まあでも頑張りますかね。よし、まあ、頑張ればいいということで。まあで、そもそも隠しミッションってなんだ、本当に。そこのところはよく分かっておりませんが。おぉ、なんだなんだなんだ。フロントゲートなんだ。わしじゃ、ルイージ君。お化けの居場所をつかんだぞい。マップを見るのじゃ。待てよ。なんかタイムアタックが始まってる。待て、赤いお化けが2体いる。行け、ほら、やっぱり今まで聞こえた。行って、待て、しかもこれ
アベルで守ってるじゃん。危ねえ危ねえ危ねえ。行って。やべえ。待てよ、危ない。ちょっと待って。まずいな、待って、またシャベルでガードしたかった。待って、ここだけで60ダメージも食らっとるよ、俺。いけ。まだ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 ね。待って、あと2回ダメージ食らったらあれだよ。ちょっと待ってよ、あれか。無事か、ルイージ君。さらにお化けが増えておる。DS に情報を送ったぞ。どこ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 、2階と3階か。2階と3階。2階と3階 ?2 階と3階といっても、あ、左側ね。待てよ。どこから行けばいいんですか。すべてその前にハートを回復したいな。とかにはないね。待てよ、もうあんまりダメージ食らえない状況だぞ。苗床行け。大丈夫大丈夫。ハートが出てきたぞ。くそ、なんでこんなんでガードしてくるかな、ほんとに。行け、危ねえ。行け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 。やべ、待てよ。行け、やばい。オッケー、焦んな。オッケー、オッケー、これでなんとか完全回復はした。待って、まだいるの？あ、やべ。危ね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 。待って、俺見えるわけなくないか。やべ。あー、消えた。待てよ、次3階だな。次3階行けば。プレイルーム。待って、プレイルームにはいないな。ここ。パーティールームにいたー。待て。待て、先にお前から倒すか、これは。順番が大事だね、これは。やべ。待て。ついでに、なんか、ついでになんかいたよ。いけいいよ、頑張れ。いけ。こっち、もうこれも行ってしまえばいいでしょう。よし、いいよ。次はさあ、ルイージ君、さあに増えたぞい。もうわかるな。どこですか。1階のそこか。降りないといけないのね。とりあえず2階に降りないといけない。そっちに降りて、あ、降りるならそっちの方が簡単だな。そっち行けばあれやがあるから。はい、こういう時にあの罠が役に立つ時もある。まあ普段だったら絶対にあれ恐ろしい罠ではあるけれども、たまには役に立つこともあるんですよ、本当に。で、ここで、オッケー。やべ、あいつはガードしてんな。いけ、やべ、あ、待って、なんでもう一体はいけてねえんだよ、これ。待てよ。せめて、シャベルの木がやばすぎるこれ。待って、まだいんの？待って。攻撃には攻撃はしてこないよ。基本を驚かしてくるだけでさ、あれかな、これ。オッケー、もう両方使えばこっちが勝つよ。オッケー。待って、なんか金の、あ、ただのスコップでした。待てよ。ここは、お前か。いけいけいけ、待て、お前がいる。お前がいるから、まずは、お前から先に倒してしまいまーす。待て、落ちて。危ねえ。わー、落ちた。
待って、ここ柵になっていいのかよ、ここ。しょうがねえなぁ。で、ここで膨らまって、あれ？ぶつけ。で、ここで、すぅ。いけ。残り60ダメージ。頑張れ。いけ。いけ。よし、オッケー。ナイス。おいえ。こういう壁とかもしっかり使えればいけるね、これは。待って。なんか喋る量増えてない？ドラキのせいか。待って、また喋り持ちだな、こいつ。いけ。3体同時吸い込みいけるか、これ。いけ。よし、オッケー。ナイスだよ。オッケー、5分55秒。あ、これで終わりか？ひょっとして。イエロー。はい。ルイージが見えてねー。それが最後じゃ、ルイージくん。なんとかお化けを食い止めたな。よし、ベーストラブに帰ってこい。オッケー。あ、ミッションクリアしたっぽいですね。オッケー、ナイス。ということで、はい。ミッションコンプリート。はい、5分55秒。捕まえたお化け19。受けたダメージが110か。おお、それでも腰3ついった。やったー。よくわからん判定だな、これ。これ多分、捕まえたお化けと、あれかな。捕まえたお化けとタイムで、これ結構差いったんじゃないでしょうかね。まあ、ちょっと受けたダメージ110。ちょっともう少しいけば、受けたダメージは減らせたんでしょうけれども。はい。ということで、また、帰ってきましたよ、ルイージ。お見事、ルイージくん。やはり頼りになる男よ。君も心の奥底では、この仕事を楽しんでるんだろう。ペッペッペ。怖い怖いと震えながらも、ホラー映画大好きというあれじゃな。いや、でも本当に、ルイージは、お化けには臆病なんですよ。はい。お金。あ、もうちょっとだな、これ。はい。はて、何の話だったか。そうじゃ、お化けの方じゃ。まだにもあのお化けたちがどこから生きてるかわからんのじゃが、一体どこからやってくるかの。やっさっぱりわからんわい。なんでわからねえんだよ。OK、ということで星3つを取ることができました。待って、3連続でゴールドいってんの、これかなり良くねえか。ちなみに裏名刺式はまだあれでって、ゴールド取ったことないんですよ。しかもまだ隠しミッションすら解放してないので、ちょっとね、テレサもね、ちょっとね、また時間がある時にやりましょう。ということで、じゃあ次回、地獄ロック工場やっていきたいと思います。これが C の始まりですね。ということで、チャンネル登録、高評価、それちゃんについて、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。